さあどうぞこちらへ。どうも、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。ママだ。あら、そちらが道夫くん、かわいいじゃないの。こんにちは。声でバレるかもしれない。仕方ない、少し声色を変えるか。よろしく道。あら、渋い声なのね。なんかどこかで聞いたことがあるような。気のせいだ道。そっか、そうよね。私の知り合いが中に入ってるわけないものね。きっとそうだ道。ふう、なんとかごまかせたようだな。じゃあ道夫くん、もうすぐお客さんが来るから準備お願いします。本日はこの道夫くん歌謡ショーにご来場いただきありがとうございます。よっ、待ってました道夫。かわいいじゃねえか道夫。おい、子供たちじゃなくておっさんばかりじゃねえか。スナックが会場なんで大人ばかりが集まっちゃって。でもほら、みんな子供のような純粋な笑顔じゃないですか。うまいことごまかそうとしやがって。おっさんはおっさんだろ。ねえねえ、とにかくよろしくお願いしますね。あと歌ってもらうのは本日はダイヤモンドって曲です。ヒット曲だから知ってますよね。知ってはいるが。あの曲、歌詞も最高ですし、絶対盛り上がりますって。じゃあよろしくです。覚えとけよ。さあ道夫くん、今日は何の歌を歌ってくれるのかな。ああ、本日はダイヤモンドという曲だ。おお、いいじゃねえか、ナイスセレクト。渋いね道夫くん。楽しみだぜ。さあそれでは歌を披露いただこうと思いますが、ただ歌って終わりでも面白くありません。今回は特別ルールを設けたいと思います。特別ルール？今回歌う際にジョイサウンドさんの採点モードを使わせていただきます。このモードで80点以上道夫くんが取れた場合、なんと CD デビューが決定いたします。おお、マジかよ、すげえな。すげえ、マジかよ。さあ盛り上がってきましたね。それでは聞いてください。小野道夫くんで本日はダイヤモンドです。どうぞ。いつまでも
起きてこないよ、俺も寝よっかな。発作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ尾のトレーラー、そう俺こそが尾道の象徴、尾の道尾だ。うわキリュウさんも大変ね。